こんにちは、ブルーホースです。今日もバイオハザードビレッジをやりながら人生相談に乗っていくというコーナーやっていきましょう。ちょっとねホラーパートになるんで、苦手な方はね、まあラジオみたいな感じで聞き流しながらねやってもらえたらいいかなというふうに思います。後半だけですね、ホラーパート。はい。じゃあ今日も早速ねやっていこう。プレゼントか人前で話をするときに緊張してしまいます。その緊張に打ち勝つためにはどうしたらいいんでしょうかっていうことなんですけど、まずね勘違いをしている人が結構多くって、何かするかっていうと、そのね緊張してるときにその緊張を何とかしなくちゃいけないって思っている人が結構多いんですけど、一切そんな必要ないですね。緊張しちゃう方が緊張しちゃうんで、むしろ緊張してることの方がパフォーマンスを発揮するっていうこともまああったりするわけなんですよね。だから緊張してることをまず受け入れるっていうことがまあ一つ目になってきますね。なんて言うんだろうな、自分のその思ってる感情とか思考について逆らう人っているん、逆らおうと頑張る人がいるんですけど、逆らおうとすると逆効果で、なんか理想と現実のギャップを感じしまうことによって、もうどん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 ダメな自分、ダメな自分って思っててしまう人って結構多いので、まあ、そうならないことが、まあ一番肝心かなっていうふうに思うんですよね。って言ってる間に、あれ、ここ生だったっけ？ちょっと生か忘れちゃったんで、ちゃんと、正規のルートでやっていきます。ということなんですね。だからまず一つ目は、緊張をに打ち勝つためにはっていうポイントについて話をすると、緊張はしていいですよっていうところですね。緊張して問題ないし、むしろ緊張している自分を受け入れてあげることによって、あ、今自分は緊張してるんでどうしたらいいんだろうなっていうことを、具体的な対策っていうのを自分で打てるようになってきますんで、はい。だから緊張自体は全然悪いことじゃないです。というところですね。で、続いて、プレゼンをまあ、うまくするためにはどうしたらいいですかっていうんですけど、まず勘違いしない方がいいなっていうのが、プレゼンをうまく喋ろうとかっていうふうに考えてしまう人は大抵うまくいかないです。何かっていうと、プレゼンの成功って、なんでしょうね。相手の心を動かしたりとか、それからまあ感動させたりっていうところが着地点になってくるわけですよね。ってなった時に、プレゼンは自分としてはまあ感触うまくいったと思っても、まあ、それが結局相手の心に響いてなかったりとか、自分が思い求めているような結果を相手が行動として示してくれなかったとしたら、結局プレゼンうまくいってないっていうことなんですよ。だから、自分がうまくプレゼンをやりたいっていうことと、相手に、まあ、なんて言ったらな、結果として相手に意味のあるプレゼンになっているかどうかっていうところが、まあ、一つギャップっていうのがありますんで、まあ、そこをね、しっかりと捉えておく必要があるというふうには思います。こっちだったっけ？あ、こっちだな。っていうところですね。なので、まあ、そこのギャップをまずは埋めるということを前提に考えてほしいんですけれども、その上で、プレゼンをね、上手にやるためには一体どうしたらいいかっていうところなんですが、こういう質問をね、してくる人たちってね、大概思うんですけど、僕が思うに、多分、経験不足なんですよ。なんて言うんだろうな。圧倒的に練習量が少ないから自信を持つことができてないんですよ。にもかかわらず、なんか本番だけはうまくやりたいっていうね、ちょっと厳しい言葉を言うと、かなりおこがましい考え方を持っているというふうに思います。はい。だから、まずは、プレゼンを練習した、プレゼンをうまくやりたいのであれば、圧倒的な、もう練習時間を設けるっていうことがまず一つだと思いますね。やっぱりね、なんか質を求めがちなんですけど、量に勝るね、自信って他にないんですよね。間違えた。ローズの一番の沖縄の頃のお気に入り、私たちにとってたものです。ということなんですよ。あ、ちょっと待って、結婚指輪はめられないよね。そりゃそうだね。っていうとこですね。はい。なので、これか。なので、まずはもうとにかく練習を積んでくださいと。例えば、
じゃあひたすらその闇雲に喋ればいいのかっていうと決してそういうわけではなくって、何かっていうとまずは原稿起こしっていうところからきちんとやった方がいいですね。でプレゼンに慣れてくればどう喋るのかっていうのをなんていうんだろう、要約程度とかあるいはその箇条書き程度で書けばいいんですけど、そういうことすらそれだけを読んでもこういまいち自分が毎回喋ることとかっていうのが分からなかったり苦手だったりとかうまく言葉が出てこないっていうことであれば、もう一言一句全部言葉に出すっていうことをまず読んでもらえたらというふうに思います。というのも、まあ、僕個人なんかね、なんかデータとかね研究結果でこんなのがありますっていうことがあれば、なんかああみんなこんな風にやってうまくいってんだなっていうので、まあ、信憑性も増すところではあるんですけど、残念ながらねちょっとそこに関するデータっていうのが僕がちょっと持ってないっていうところがあるので、うん、なので、まあ、僕個人がやった方法っていうのでお伝えをすると、僕はまずね全部原稿に書きました、自分が喋る言葉っていうのを。で、例えばなんですけど、丸2日間セミナーを自分で開催することがあったりとか、3日半ですね、まあ実質3日半、まあ丸4日間くらい のセミナー運営をするっていうので、受講者さんに向けてこうスピーチとかプレゼントとかをやらなくちゃいけないっていうこととかもあったんですよ。っていうようなことがあって、どんなことを喋らなくちゃいけないかとか、どんな風に伝えるかとか、どんなアクションを起こさなくちゃいけないかっていうようなことっていうのを全部紙に書き出しましたね。そしたら初日、例えば3日半の方のセミナーだったとしたら、最初の半日間っていうのは初日の半日、お昼1時くらいから夜の7時くらいまでの、まあ、計6時間の内容を全部紙に書き起こしてってやったら、なんとね、20ページくらいになったんですよ。6時間くらいの、内容っていうのが、うん。で、それを全部覚えた上で、本番に臨むという、そんな感じだったんですね。どうです ?20 ページ、原稿用紙じゃないや、ワードにぎっしりなんですよ。うん、で、大体ワードに起こすと、まあ、3500から4000文字くらいが、まあ、1ページに収まるので、20ページで言ったら、まあ、7万文字くらい、7万文字から8万文字くらいの言葉をもう丸々覚えて、で、ようやくそれで半日っていうところなんですよね。っていうような量をきっちりと覚え切ってやると。で、僕がその3日半のセミナーを運営するにあたって、完璧にできるようになったのって、丸8ヶ月かかったんですよ。たった3日半ですよ。たった3日半のセミナー運営をするにあたって、こう自分としてもこれで OK だなとか、あるいは、お客さんからしても OK とか、それから会社としても OK が出るまでに、8ヶ月、丸々8ヶ月かかったんですよね。うん、っていうのを考えると、ね、こういうスピーチやりたいですみたいなことを言ってる、スピーチうまくやりたいですとか、プレゼンうまくやりたいですとかって言ってる人たちって、どれだけ練習しましたかっていう話なんですよ。僕が、まあ、別に僕のやり方を踏襲してくださいとかっていうのは、よくなくって、むしろ量ばっかりに追いかけて、もっと上手いやり方とかって他にあると思うんですけど、僕結構不器用な人間なので、よく覚えて やらないと、全然通用しないと思ってるタイプの人間だったんで、っていうのを考えると、まあ、僕がやったのは、まあ、毎日例えば営業で車移動している時とか、それから時なんかはもうずっとその原稿をね、頭1ページだけをこう空で言えるように繰り返し繰り返し何回も練習したりとか、それから仕事が終わった後、夜一人会社に残ってずっとプレゼンをするとかね、そんなことをやったりしてましたね。あと朝早く一人で来て、6時から朝の出勤時間の8時半まで2時間半を移動しと練習をしたりとかね、ちょっとブロ注意だけでしょうっていうのが。失礼失礼。っていうようなことがあったので、まあ、こういう人たちが質問をしてくるっていうのは、うまくやったらいい、どうです、うまくやるためにはどうしたらいいですかっていうご質問をされる方に関しては、僕はまず圧倒的に練習時間とか準備が足りないと。いうふうに思っていると思います。で、まず圧倒的な練習をした方がいいと思います。うん、練習して、むしろ自信をなくすっていうことはありえないですからね。で、あれだけ練習したんだから、失敗するわけがないという、そういった自信もね、身についていきますんで、まあ、ぜひね、圧倒的に時間の練習を設けてもらえたらいいというふうには思います。それから、もう一つは、決してね、
緊張することは悪くないと。緊張するからこそパフォーマンスをうまくやろうとか、これまで培ってきた練習の部分があるからうまくやろうっていう、そのどうしてもうまくいかせたいっていう気持ちが現れている証拠になりますんで、むしろね、中途半端なことをしてたとしたら、決して緊張しないで、なんだろうな、もう失敗しても別にいいやっていうね、投げやりな気持ちが出てきてしまうんで、それ知能が良くないと思うんですよ。だから緊張することっていうのはあなたが一生懸命やってきた証拠になりますんで、まあ、堂々と望んでもらえたらいいんじゃないかなというふうに思いますけどね、うん、というところです。はい、では続きましては、こういう質問来るんですね。性欲がないことはやばいでしょうか。することによる次の日の倦怠感とかがあって、こうするもんなんかな、するもんなんかなっていう、そのするっていうのが何なのかは気になるんですけどね、するもんなのかなっていう気持ちです、ということでね。はい、ご質問ありがとうございます。この質問されている方が男性なのか女性なのかがちょっとわからないっていうところが一つ問題なんですけど、おそらく男性の方なんでしょうね。で、するかしないかで言ったら、した方がいいですね。まず、まあ、これ何、生物学的な話になるのかな、の部分でいくと、男性のその子種、ストレートに言ったら言っても大丈夫なのかな、まあ、子種に関しては、寿命が3日らしいんですよね。そのいわゆるお袋さんの中に入っている寿命っていうのが、っていうことを考えたら3日に1回はその、まあ、刷新されているわけになるので、そういう意味でいくと、まあ、自分でやるにしろ、一人、誰かの力を借りるにしろ、そこは3日に1回、最低限は3日に1回くらいのペースでやるっていうのが、まあ、いいんじゃないかなっていうふうには思いますね。で、それから、一つ面白いデータっていうか、一つ面白い知識があって、そのカップで、仲良くその彼女、彼氏と付き合っていくためには、その彼氏さんの方が、週に2時間以上、そういった類の動画を見ておくことが重要だっていう研究結果もあるっぽいんですよね。マジかっていうとこなんですけど、あ、いけないのか。うん。っていうとこなんですよね。だから全くそういった気持ちがないっていうのは、ちょっと、まあ、生物としてやばいっていうとこですね。うん。になりますんで、そういう意味では、まあ、多少は、自分でやるなり、誰かを巻き込むなり、誰かと一緒にするなり、時間は設けた方がいい。それから、バディに行った時間を設ける方が、なんかエネルギー増すんですよ。女性の場合でも、頂点を迎える、絶頂を迎えるっていう方が、っていうことがある方が、まあ、はるかに体、血流にも良くなるんで、健康的にもいいですし、やっぱり消費カロリーっていうのも結構あるんですよ、男女ともに。なので、ある意味、その運動不足な人なんかは、もし、なおさらやった方がいい。何の話かな、そうですね。だから性欲は、あるかどうかで言ったら間違いなくあった方がいい。というか、そもそも、性欲があるおかげで我々人類っていうのはね、ここまでね、種としてね、生物としてね、生き延びてこれたわけですから、そういう意味では、もともと備わっている欲求の一つとして受け入れて、自分は、なんか、ムンムンで構わないんだっていうふうに思ってるくらいがいいんじゃないかなと思いますけどね。まあ、どうしてもそういう気になれないっていうことであれば無理してやる必要っていうのはないんですけど、まあ動画を見るなり動画を見ないなりどっちでもいいんですけど、まあ、週にそういう機会は2時間くらいは設けた方がいいっていうところですね。はい、ということで第2ステージクリアというところですね。もうちょっと戻る時間がありますので、答えをしていきたいと思います。逆にそういう気持ちはめちゃくちゃあるんですけど、なんかその効率よくというか、なんだろうな、逆に性欲をどんどん上げていきたいっていうタイプの人はどうしたらいいかっていう話をすると、これはまあいろんな植物
ですよね。あの食物を食べるっていうことが大事なんですが、その中でもアーモンドみたいなナッツ類がいいと、ピーナッツ以外かな、クルミとか、ピスタチオとかアーモンドとか、うん、そういったものをまあ食べるっていうのがいいっていうところですね。ねえ、まあ、ここら辺のね詳しい話なんかに関してはメンタリストの DAIGO さんが詳しく解説している動画がね、あのドバドバという言葉を使ってね解説しているやつもあったりしますので、それをご覧いただくのがいいんじゃないかなっていうふうには思いますけどね。はい。So that's who's behind all this. ということでね、第2ステージもクリアしたんですが、ここら辺で確かセーブポイントはなかったはずなんです。That makes two.なので、いったセーブができるところまで戻らなくちゃいけないので、そこまで戻ることができれば、一旦このパートは終わりたいと思います。まあ、もう間もなくね、あの終わりというか、あの終わるのところなんで、ちょっとね、あの質問に答えるには中途半端な時間というところなので、今日はいつも通り2つのご質問に答えさせていただいた次第でございます。にしても懐かしいな。最初のあのプレゼンの話なんかは、僕めちゃくちゃやったなと思いますね。人生で多分あれだけプレゼンをするために練習した時間っていうのは他にないかもしれないですね。大学1回生の時に2日間連続で自分が主催で、何時間だったかな ?9 時18、12時20時と9時18時の計、だから8時間ずつ、だから16時間ぶっ投資、まあ、もちろん、途中で休憩を挟んだりとかもしますけど、っていうような時間をずっと喋るセミナーもあったんですけど、それの準備期間も3ヶ月とかでしたからね。あの時も、そのチャプターっていう、まあ、セクションごとにどんなことを喋るかみたいなものを、パワーポイントのスライド1枚1枚で全部書き出したっていうのもありましたし、あれ。まあでも3日半のところはね、もっとそれ以上にね、パワーポイントじゃなくて、パワーポイントに僕にその書いたってわけじゃなくて、ワードを全部書き出したっていう恐ろしい経験をしましたからね。ワードに全部書き出してね、それが例えばその、なんか、フォント12くらいとかだったら全然問題ないですよ。ところが、10.5 でやったもんですからね。とんでもない文字量なんですよ。えぐかった、えぐかった、マジで。あ、これ、これで遊ぶ暇はないな。うん。そう。それを、空で言えるようになるまでで、まず3、4ヶ月かかったっていうことですからね。そうそうそう。だから本当にね、今考えると、効率のいいやり方っていうわけじゃないんですけど、まあ、そのくらいに時間かけて一生懸命やれば、何の緊張もなくね、まあ、ちゃんと、ね、練習通りにうまくいくっていう、まあ、経験をすることができたんで、だから、それがまあ、僕の場合は営業に生きてたりもするんですよね。お客さんからよく言われるのは、そのブルーホッサーすごく話が上手だよねっていうふうに言われるんですよね。なんかもう、1から10まで理路整然としてるし、話も聞きやすいし、すごくわかりやすいし、こう、何よりもイメージが湧きやすいって言われるんですよ。すごい褒めてもらうことが多くて喋ることに関して。うん。それなんでなのかなって言うと、やっぱりそういったそのプレゼンをとにかくやる機会っていうのを自分で設けて、とことん練習したからっていうところじゃないかなっていうふうには思ってるんですよね。はい。なのでまあ、ぜひね、嫌がらずにコツコツ練習をしてみるっていうことをお勧めいたします。ということで本日の動画以上で終了となります。また次回お会いしましょう。さよなら。バイバイ。